こんにちは、戸田悟です。今回はレッドキー USB V4 というですね、パソコンの中身をさらっと綺麗にしちゃうですね、ツールを紹介します。はい。特にね、パソコンを捨てるときに中のデータがどうなっちゃうか心配なのっていう方は、ぜひ、見ていただきたいコンテンツとなっております。はい、今回はですね、レッドキー USB というですね、製品を紹介したいんですが、これ、何かというとですね、簡単にパソコンやスマホを完全消去しようという製品ですね。特に廃棄する前には使っておくと、データがね、盗まれる心配がないので安心な製品となっています。はい。で、この USB メモリー的な中にですね、プログラムをこれからダウンロードして入れます。はい。で、その仕組みがちょっとね、面白いのでこれから紹介したいんですけど、使い方もね、この動画を見ていただければ分かりやすいと思います。はい。で、これ、アルティメットエディションってなってますけど、他にもね、いくつか、エディションがあるので、そちらはね、リンク先からご確認いただければと思います。はい。まず、この、いわゆる USB メモリーは空なんですよ。で、ここに、プログラムをダウンロードして使います。じゃあなぜそうするかっていうと当然ですけど、この USB メモリーからプログラムを起動してパソコンを消去するわけですよ。だから OS が起動しないパソコン、Windows とか起動しないパソコンでも中身を消去できるわけですし、そもそもね、Windows が入ってるストレージまるっと消去するわけですから、外付けのストレージからしか消去できないじゃないですか。で、この USB を使うというわけです。はい。ということで早速使う準備をしていきましょう。はい、それではですね、まず準備としてこのパッケージをね、剥がします。はい、はい、剥がしました。すると中にですね、ちょっとこれお見せできないんですけれども、アクティベーションのキーがあります。で、これのキーを入力していく作業があります。はい、これもね、スクラッチを削ってあります。はい。で、あとはですね、ファイルをここにダウンロードしてプログラムをインストールするという形になりますので、作業をしていきましょう。ということで、今ですね、このパソコンで、はい、アクティベーションをしていきますけれども、このパソコンは消去するパソコンじゃなくてもいいです。はい。普段使ってるパソコンでやっても大丈夫です。この作業で消去するわけではなくて、あくまでもこの USB メモリーを使えるようにするという作業をするわけです。はい。ということで、ではまずですね、サイトにアクセスします。はい。はい、レッドキー USB って出てきますね。はい、このサイトから、はい、アクティベーションをしていきます。ここにですね、ちょっとサイトは英語版なんですけれども、アクティベート&アップデートというのがありますから、こうクリックします。はい、そうすると64ビット版と32ビット版がありますよね。はい。で、今回は僕 Windows 11でやってるので64ビット版をダウンロードします。はい。で、こちらにですね、ファイルがダウンロードできたので、ファイルを実行します。はい。で、ここでですね、言語が選べるんですね。で、当然ですが、日本語を選びましょう。はい。で、これで OK ですね。はい。で、このように、インストールの画面が出てきます。はい。はい、でここでこのレッドキー USB を挿入します。USB 端子に入れますけど、今回タイプ A を使います。タイプ C でも大丈夫です。はい、では今挿入しました。はい、はい、そうするとですね、ここに、レッドキー端末というのがディスク1という形で出てきます。はい、今 D ドライブになってますけど、はい、これはですね、はい、製品によってドライブのね、名前は変わるかもしれません。はい、でデバイスを選択ですね。ここデバイスを選択をクリックします。はい。はい。で、ここでですね、キーをアクティブにするをクリックします。はい。で、ここで先ほどのコードを入力します。はい。パッケージのね、スクラッチで削ったコードを入力していきます。はい。これでアクティブになりましたので、続いてソフトウェアを更新します。はい。で、受け入れるですね。はい。続行です。はい、これでですね、進行状況が分かります。はい、はい、ということで、そうですね、約15分か20分ぐらい待って、1回目の作業が進みました。で、またですね、引き続き作業があるので、もうしばらく放置しておいた方がいいかもしれませんね。3、40分ぐらい放置しとけば終わるのかなと思います。ということで、アクティベーションとアップデートが終わりました。はい、この画面でバージョンがね、ちゃんと出ました。終わりました。はい、で、アプリケーションを閉じれば、はい、もう USB メモリー使えるようになります。はい、閉じます。はい、これで使えるようになりました。はい、で、今度は
消すべきパソコンですよね、中身を消去したいパソコンでこのレッドキー USB を使っていきます。ということで、レッドキー USB にプログラムの書き込みが終了しました。アクティベーションをしてプログラムを書き込みました。この状態になるとこの USB が使えるようになるわけです。まあ見た目は USB メモリに近いんですが、これね、この辺が多分これアルミだと思うんですけど、質感が良くてさすがにね、何度も何度も使えるわけですから、これぐらい高級な作りがいいと僕は思います。はい。で、Type C と Type A 両方使えるので、パソコンに応じて見合う方を使うということになります。はい。で、こちらはですね、アップデート等も無料になっているので、一回買ったらまあずっと使えると。何台のパソコンを消去しても OK です。ですから、個人でね、パソコンを廃棄するときに消去に使ってもいいですし、企業で、例えばね、10台パソコン捨てるよなんていうときに使うのも、もちろんありだと思います。はい。ということで、早速ちょうど僕もですね、捨てるパソコンがあるので、このレッドキー USB を使って、消去してみたいと思います。はい。で、このパソコンはですね、僕がこれからもう廃棄しようと思ってます。はい。で、レッドキー USB ですが、OS が動かなくても消去できますというか、OS ごと全部きれいにしちゃいます。はい。なので、メルカリとかで販売しようと思っている方は、リカバリー領域も消えてしまうので、ご注意ください。自分でバックアップを取って元に戻せる方は問題ないんですが、それができない方は消去してしまうとトラブルになる可能性があるので、そこは気をつけてください。はい。で、捨てるパソコンはね、もう何もそこは問題ないので、はい。僕は使っていきたいと思いますけれども、はい。で、このパソコンですね、OS が動かなくても基本的には電源が入ってこの USB から動かせばいいので Windows にトラブルがあったりしても消せる可能性は非常に高いです。はい。ただ BIOS とかですね USB が使えないと当然このレッドキーも使えません。はい。で今回はこれをですねまず電源を入れる前にはい、USB 端子に差し込みます。はい。で電源を入れてまずですね BIOS の設定が必要なんですね。はい。でまずはじゃあ電源を入れます。はい。で、この製品はここに F2 って書いてありますけど、F2 キーを押すとこのように BIOS が走りますので、ここでいろいろ設定をしていくんですけれども、はい。はい。で、これからですね、このパソコンを消去するわけですけども、今これ BIOS がね、開いてます。ちょっと汚れてますけど、これ廃棄するパソコンなんで皆さんご容赦ください。はい。で、ブート、要するに起動ですね。USB から起動する設定をすればいいんですが、ポイントは多分2個あります。ただ、モデルによります。USB からブートできない製品がある可能性もあります。はい。で、ノートパソコンでなくても USB からブートできれば大体 OK です。で、最近は USB からブートできるパソコンばかりなので、よっぽど古い機種以外は大丈夫です。で、ポイントは2個あって、まずね、このパソコンの場合、このアドバンスの設定で、はい、ここにですね、USB ストレージデバイスサポートを、はい、ディセーブルとイネーブルがあるんですが、ディセーブルではなくてイネーブルに、イネーブルドですね、正確には、にしておく必要があります。で次に、ブートの順番。これをですね、USB ドライブ、これをね、ファーストブートっていうのが一番最初に起動するわけですよ。だから、ここに内蔵の SSD とかハードディスクを設定してしまうと、Windows が起動しちゃうので、はい。で、ここをですね、ここから選ぶんですが、ここに USB メモリが選べる可能性もあるんですが、これ、今回の場合は USB ハードディスクですね。ここにも最初からレッドキーを挿して電源を入れてるので、ここにレッドキーって出てきましたから、これを選ぶだけです。はい。で、これでも設定できてます。はい。で、これで、このパソコンの場合っていうか、大体そうなんですけど、はい。この、出口ですね。エグジットで、セーブチェンジズ&リセット。はい、この一番上ですね。これをもう押せば、はい、これで設定が保存されて USB メモリーから起動ができます。はい。いろいろですね、読み込みの表示がされますが、もうそれはちょっと待ってましょう。ちょっと待っていると、はい、表示されます。ので、ちょっと時間かかります。はい。はい。で、グラフィカルテキストベースオーバーライ。ライまでなんですけど、日本語化されてるので怖いですよね。で、今回はグラフィカル1でいこうと思います。キーボードを押すだけです。はい。すいません。画面ちょっと暗いんですけど、これはもうこのパソコンの明るさの限界というか、なので、はい、ご容赦ください。で、これで正常に見えますかって、まあ正常に見えますよね。なので、OK。はい。グラフィカルなんで、マウス使えるんですよ。はい。テキストベースだとマウス使えないので、機種によってグラフィカルとが選べない場合もあります。その場合はテキストベースで。はい。で、ここで日本語が選べるので、はい。全部ね、わかりやすく使えますよね。はい。
こちらもまあそのまま OK でいいと思います。ちゃんとね音も出ていいですよね。でこれも OK ですね、はい。で、オートクリーン消去ウィザードをいろいろあります。でここに質問がありますけれども、はい、ウィザードが一番分かりやすいと思うので僕は今回ウィザードを使います、はい。でコンピューター全体を消去します、はい。で外部ディスクもできるので、例えば SSD を捨てるとか外付けの USB、ハードディスクを捨てるときには、はい、この外部ディスクを使えばいいと思います。で内部も2ドライブある場合ですね、メインのドライブ C ドライブと別に D ドライブがある場合はそれを消せばいいですし、これモバイルデバイスで、スマホなども消去できます、はい。なのでその場合はスマホをケーブルで外付けする形になります。ただスマホを消せるのは、レッドキー USB のですね、エディションによって違うんですね。今回はこのアルティメットエディションなのでモバイルデバイス出てますが、エディションによって出ないこともあります、はい。で今回はこのコンピューター全体を消去します、はい。このコンピューターを全部消去して OK ですかって、まあ、OK ですよね、はい、OK をします。何が消されるのですか、説明全部出てくるので、まあ、全部読み上げてるとめちゃくちゃ時間がかかるので、はい、今回読みませんが、はい。でここをですねオンにします。で、消します。これ内部の SSD の内容ですね、チェックして消していいかということを確認して、はい、消去します、はい。で、はい、ハードディスク全体を消します、はい。で OK ですね。オペレーティングシステムを消去します。つまり Windows も全部消えちゃうよってことです。廃棄するので問題ないですね、はい。警告よろしいですか、はい、OK です。一時的に停止する必要があるので、まあ、今すぐ寝るを使いましょうか、はい、はい。でちょっと待っていると、はい、この画面になるので、はい、OK です、はい。はい、でここで開始を押すと、はい、データが消去されます、はい。で開始をします。何度も確認があるので安心ですよね。間違って消しちゃうことはないっていうか、もう間違えないと、間違えたら大変なことになるので、もちろん間違えないようにしてください。パソコンごとね間違えて捨てないものを消しちゃうっていうのはもうこれ個人の責任です、しょうがないですよね、はい。でこれで、同居、データが消去されてきますので、あとはしばらく待ってみましょう。ということで、まあ、ちょっと今回15、16分ですかね、待ったら処理完了しましたので、はい、こちらで OK をクリックします、はい。でこれで、終了できます、はい。でレポートを保存するか、レポートを保存するっていうのはこれもですねアルティメットしかないんですけれども、はい、レポートを保存するとこのディスクを完全に消去しましたよっていう証明書が出ます、はい。これはですね外で消してもらうと有料なので、これがねついてるのはいいと思います。ちょっとレポート表示してみましょうか。こんな感じで、はい、どの製品の何をどういうふうに消しましたっていうところがちゃんと全部ね表示されます、はい。でちょっと一応じゃあ保存しておきますか、はい。でこれは レポートはレッドキーのこの USB メモリー的な機能がとして保存されます、はい。なので保存します、はい。でこれで保存されました。で戻ります。で戻ります、はい。もう一個戻りましょうかね、はい。でこれでもう終了ですね、はい。これで全部、消えたということになります、はい。で全部終わったのでこの右上にですね電源のボタンがあるのでこれをクリックします、はい。でこれで電源を切ります、はい。でこれでさようならで OK ですね、はい。で完全に電源が落ちるまでちょっと待ちます、はい。これで落ちましたね、はい。落ちたら、はい、でこのレッドキー USB を抜きましょう、はい。でこれでもうこのパソコンは安心して捨てられます。ちょっと電源入れてみますね、試しに。はい、もうですねブートできないですよね、はい。もう中全部きれいになってますということで、今ですねレッドキー USB をパソコンに挿しました。するとこんなにたくさんホルダー見えるんですが、ここにレポートっていうホルダーがあるのでこう開きます。そうすると、はい、こちらにですね PDF でこのようにですね消去のレポートが表示できます。以上レッドキー USB V4 を紹介しました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、はい。安心してねパソコンが捨てられるといいですね、はい。メンバーシップもねスタートしておりますので応援ぜひよろしくお願いします。